真っ白なキャンバス透明版ツアーランステップオンツアーにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介させてください。小野寺あずさです。白キャン初の透明版ツアーファイナル in 新宿ブレイズなんですけど、皆さん楽しみにしてましたか？足りないんですけど、もう一回聞きますよ。皆さん楽しみにしてましたか？待ち焦がれていましたか？もちろん私たちもそうです。やる気満々で来ております。Yeah.
すごいね、ツアーファイナルで音止まるんだよ。ゆらゆら舞いゆく花
聞いていただきありがとうございます。ありがとうございます。暑いね。暑いね。皆さんも水分補給してください、ね、水分補給してね。なんでそう、ちょっとアクシデントもあったんですけど、まさかのね。そう、まさかのね。そう、今日はハッピーハッピートモローの感想部分でシルカモットを初めて使ってみました。シロキャンの演出では初めてだよね。初めてでもちょっとライブ中ちょっと映んなかった、ね、ちゃんと映った。緑だったよね。だから今映そう。そう、なんか私たちが映っちゃったみたいな。そう、本当はね、本当は。じゃあ、モデマさん、モデマさん、やばいやばい、需要ある。じゃあちょっとみんなのこと映してあげて。これが本当の高そう。これが本当の高そう。すごいね。そう、これでイエーイってやりたかったの。そう、この素敵なの景色をちょっと見てほしかったんですけど。そう、新鮮じゃない。なんか緑でした。そう、なんかねハプニングありの楽しい感じでね。皆さん盛り上がってますか。もっともっと盛り上がってますか。すごい。この調子で次の曲いきましょう。はい、みんなの盛り上がりに負けないように私たちも全力で戦っていくので、皆さんも全力でもっともっとかかってきてください。
ただきありがとうございます。ありがとうございます。ではファイナルも終盤戦となりました。そんなにたくさんの方に来ていただけて、たくさん盛り上がっていただけて、2年前は想像もできませんでした。1年前の今日1周年のライブをしたんですけど、その時にリーダーが卒業して、正直そこが白キャンのピークなのかなってその時は思ってたんですけど、だからみんなとたくさんいろんなことを乗り越えて、めっちゃ幸せなこともあって、ここまで来ることができて本当に嬉しいです。3年目に向けて全身全霊を尽くします。楽しんでいきましょう。
次の曲で透明ハンツアーファイナル最後の曲になります。最後は皆さんで最高に盛り上がっていきましょう。
最初からやられてるの？最初からやられてるの？あ、そうなんだ。マジじゃん。Yeah.
です。皆さん一緒に過ごしてくれて本当に嬉しいです。2周年を迎えられたのは皆さんが応援してくれたおかげです。本当にありがとうございます。3年目は今よりももっともっと大きなステージに立っている私たちを見せたいし、もっとたくさんの方に知られているようなグループになりたいです。よろしくお願いします。大切なお知らせがあります。はい、いつも応援してくださるファンの皆さん、真っ白なキャンバスに関わってくださる関係者の皆さんのおかげでこうしてここまで来ることができました。3月18日に真っ白なキャンバスキングレコードから見せられる。そしてキングレコードさんから、メジャーデビューをさせていただくことになりまして、今後もっともっと大きなステージでライブができるように、大きなグループになれるように、今後キングレコードさんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうしよっか、後ろの人手挙げてもらう？そうだね、みんな挙げてもいいよ。よいしょ。チキン手下がったんだけど、みんな挙げて挙げて挙げて準備してね。なんか独特だね、すごいいい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。大丈夫、パネルありと、なしで2枚かな、2枚ですか、2枚取ります。もっともっともっと自分ここにいるよってアピールして、多分後ろの人が見えなくなっちゃうから、一瞬間に立ち会ってるから、いや自分のポーズとかやっちゃっていいよ。ここにいますいいね。ここにいますよ、その位置でやってこ。いけまーす。3、2、1。パネルなしで。飛行機やればいい。いいよ。あ、何するの？後ろの方がいいか。飛行機やる。飛行機。もう一回。ここにいるよ。どこにいるの？見えないよ。あ、見えない。見えない。いけまーす。なんかないんだけど。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。誰もね、やめませんよ。一瞬ざわついたよね。ちょっとね、ドキドキしちゃったよね。私のせいが。だってなんか泣きそうだと思った。なんか、おめでとう。はい。知らせがありましたが、次で本当の本当に最後の曲になります。やだ。でもあと1曲しかないのよ。3周年に向けてね、次のステップに行きたいと思います。聴いてください。自由帳。
本日はお越しいただき本当にありがとうございます。とても最高な時間でした。3年目の真っ白なキャンバスもよろしくお願いします。それでは以上、私たち